はいどうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。コメント欄にですね、よく手元の動画撮って見せてほしいっていうねコメントをいただきまして、今日はちょっとそれにお答えして手元動画撮ってまーす。でもチェイスしてる時の動画の方がいいのかな。なんだかちょっと真ん中の方行こうかね、見つかりやすそうな。ど真ん中でここすごい開けてるからね。まあでもあんまり手元というかなんかカメラ回すことにちょっと慣れてなくて、実はねこれもう2回目なんだけど、1回目はビデオカメラのね録画ボタン押せてなくて撮れてなかったっていう。なんで死んでも開けますこれ。あやべ、危ね、リッパーだね。でもこれでちょっと追いかけられることできたな。1回目はね全然追いかけられてなくて永遠に暗号解読してるっていうクソつまんない動画だったよね。よかったかもしれない、録画失敗してて。あこれ倒されるのすごい嫌がってるな。 OK、 懐中電灯これ当たんないな。懐中電灯たまに当てれなくてさ、難しいよなあれ特に。あと普段あ倒すと思ってね殴ってるね。だったらちょっとここでなるだけ倒さないぞ。お前がこっちに来るまで倒さないからな俺は。よいしょ、これは倒すか。 OK、 おな当たるんだそれ。ノーロッキー、ライトも当ててスタンを稼いでいく。でこれを壊すか壊さないかによるんだけど、壊さないっぽいね。壊さないんだったらもう永遠にここにいちゃうからね。消えれないリッパーだからね、恐れることはないよ本当。ああれどっかいなくなっちゃったんだけど。マジか、だからどっかいなくなっちゃったよ、違う人のとこ行っちゃった。まあいいや。でね、まあ、iPhone X でやってるんですけど画面がバキバキなんですよ。なんか第五人格がちょっと出る前に画面を割っちゃってね、出ちゃったからさ、もう大容器とかでさうまくできるかわかんないから、もう交換出すに出せなくなっちゃって、このままでずっとやってるんだけど、早く修理直したいんだよなこれ。たまに指にガラスが刺さりそうですごい怖いんだよな、ささくれみたいなの立ってるんだよね。すごい怖いんだけど、うん、まあできるからいいかみたいな。まあなんか第五人格パソコンでもねできるらしいんだけどね、パソコンだったら絶対やりやすいよな。なんだろうね、アンドロイドでやってるみたいな感じで、アンドロイドでやってますよってパソコンに認識させてやってんのかな。俺やり方調べたことないんだけど、一応僕は、うん、スマホでやってます。まあ、パソコンの方がね100倍やりやすいのは分かってるんだけどね。うん、なんかスマホのゲームでみんなスマホでやってるから、俺もスマホでやろうかなと思って。別にねなんかパソコンで、あれとか早くない。待って、終わるんだけど試合。うん、まあそうだね、パソコンで別にやってるとかはまあ正味、まあ、やってる人に対してはね何も思わんけど、もし自分がスマホでねやってて、なんかそうだね、ちょっとスマホでやってる人が多い中ね、パソコンでやるのはなんかちょっと自分的にも違うなと思って、あんまりやってないです。でも一回やってみたいね、でもね、どんだけやりやすいのかとか、うん、ちょっとやってみたいところあるけどね。先に行くよって言ってる、これは助けないでいいな、早く逃げてって言ってくれてるからな。ノーワンついてんのかもしれないね、リッパーに。うん、まあこの前ねキャンプ対策動画みたいなの出したんだけど、3人逃げたらね今座ってる人の勝ちにもなるから、うん、別に助け、まあ助けてね、それこそもう2人寝ちゃってね引き分けにされちゃったらもう元も子もないからね。なんかしゃがんでない。なんで冒険がいないのに、さては相手もあさったな。さては相手もあさったな、ジョイント。ひどいなこの図、なんかムカデ人間みたいになってるじゃんこれ、やだななんか。これあと一人の人は何してるのかな、助けに、ああいるね、来てんね。オッケー、じゃあ3人で出れましたと。何してんだよこれ、もういいよ寝ようよ、もう寝よう寝よう。あれだね、でも本当に撮れたかも何もない動画になっちゃったかもしれないけど、一応手元としてはこんな感じです。うん、こんな感じで動かしてるよっていうあれにでもなればと思います。なんか手でも打つのなんかちょっと恥ずかしいんだよな、なんか、うん、慣れていかないとな、そのうち実写とかやりたいんだったらな。というわけでね、
iPhone X でやってますっていう動画でした。というわけでどうもありがとうございました。すいません、なんか何もない動画ですいません。明日明後日はもうちょっと面白い動画をね出せればなと思ってます。それじゃあこの辺で終わりますか。まあ最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。